はい、どうも、こんにちは。のねゆです。本日も数学の話題を提供していきたいと思います、えー。今日の題材は2016年度の東北大学の入試問題、前回の拡張続編になってます。えーと、括弧1の拡張続編ですね。えー、複素平面上の4点、z1 から z4 を頂点とする四角形が、まあ、同一演習上にある必要十分条件は、えー、この式ですね、z1-z4。 かかける Z Z 分の Z Z かけるる Z2-Z3 Z1-Z3 Z2-Z4 分のこれが実数であるということを示せという問題ですね。まあ、問題にしてありますけど、まあ、えっ、ー、と、まあ、定理ですね。定理を証明をします。で、まあ、これ別にあの覚えてなくてもいいと思うんですけど、でも、簡単に覚えられるし、えっ、ー、と、うん。 なんか見たことあるなっていう程度の理解度と,、えー、としっかり理解してあのいつでもこれしかあの式を作れるっていう人ではやっぱりどんどん差がついていくんですよ。えー、と大学学の数はは暗記ではありませんよんよもちろただ、えー、と理解を伴ったその暗記というかもう自分で作り出せる能力をどん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 身につけていくことが本当の数学力であるので。 まあこういったねちょっと込み入った話題に対しても、えっと自分で考えて、えっと式が作れるようになった方がいいかなと思います。特別難しいことではありません。ただねこれあの覚え方まで書いてないんですよ。教科書には定理としては載ってますよ。でも定理がえっと証明されただけであって、その定理の覚え方とか定理の本質については触れてないんですね。そこがまあ。 あのテキストの不十分なところで、まあ、動画ではねそういうところを補っていかれればいいかなというふうに思ってますでこれなんですけどもこの式なんですけどねえっ、ー、と Z1 を変数と見ます Z1 を変数と見て、まあ、Z1 だから Z とし,してしまいましょうでこの FZ という式をまあえっ、ー、とこういうふうに定義します、Z、Z 分の かける z2-z3 で、えー、z 引く z3 かける、えー、z2 引く z4 という形になってますねでこれの特徴何かっていうと fz はまず一次分数変換ですえっ、ー、ともともとね z2、えー、と z3 と z4 は定点だと思ってくださいこの 3つの点は定点であって、えー、であるとします。これは定点であると決まっている点であるとします。そうすると三角,、えー、と三角形が決まって外接円が決まりますよね。今これあの円単円見たく書いて原点中心に書いてありますけど別に原点中心である必要はありませんよ、えーと。どこに座標軸があってもいいです。とにかく複素平面上の4点が、えー、あって でその順番 Z1 から Z4 のこの順番もえっ、ー、とバラバラで結構です。あの東北大学の入試問題はえっ、ー、と1ダ Z それからマイナス1それからえっ、ー、と W という順番に決まってたので負の実数という制限がついてたんですけどこの問題は別に順番関係ないんですね。とにかくこの4点が えと同一円周上にある条件ということで、えーとまあ、この fz の値が実数であるというのが必要十分になるわけですで z2z3z4 という値は定点だと思ってくださいあらかじめも決まってると定点だと決まっているということは円も決まるってことですね円は外接円になります三角形の外接円になりますよね Z2Z3Z4 の外接線というのは一時的に決まるわけです。その外接線上に Z がある条件を考えるってことです。で、えー、とこれは一時分数変換になりますよね。FZ は、えー、Z2Z3Z4 が決まっていれば FZ は一時分数変換になります。 ということで円または直線を円または直線に移すということが、えー、言えるわけです。いいですかえっ、ー、とこれはまあ定理として、えー、認めてください。定理として認めてください。円または直線直線は円の半径無限大の円というふうに考えれば円は円に移るっていうふうに捉えることもできます。で 今、えー、F2 の値とか F3 の値とか F4 の値を考えてみましょうまず Z3Z3 の値 F2 とかじゃないですね FZ3 の値これ0ですよね。で FZ4 の値は、えー、と無限大ですよね。こ分母0にするので分母0にして分子は0ではないので、えー、これ無限遠点になりますよね。 これあの、複素平面上では一次分線変換は一、えー、点コンパクト化した C スターという、えー、と C とおー無限円点を付け加えた点、まあ、これ複素遮影直線って呼んでもいいんですけどね P1C なんていうふうに書いて、えー、リーマン球面のことなんですけど、まあ、こう書いてある書籍なんかもあります。 えー、無限点を込めて考えるということですね。まあ以前から、あのー、これは紹介してるので何度か出てきてますので、えー、前の動画とかを見てください。で、えー、さらに F2 の Z2 の値ですね。これ Z2 代入すると,、えー、と z 2 z 3る z 2 z 4になってそれから分母は Z2-Z4 で Z2-Z3 ってなってこれ1になるんですよ約分すると。まあ約分で,できるように、えー、とこの式を作ってると思ってください。だからこの式の作り方は Z3 と Z4 のところで、えー、と0と無限大になるようにして Z2 のところでは、えー、とこの Z2 を代入したときに えとそれが交互になってこの値が1になるように係数を揃えてるってことです。これ約分したら1になりますよねということはこの3点はどこに移るかっていうとこの円状の3点は実軸に移るってことですいいこでですすかだから原点があって、まあ、Fz によってどこに移るかっていうと,、えー、と Z3 は1に移るわけです。 fz2、ね、は1に移って fz3 は0に移るわけです。で fz4 は無限円点に移るわけです。ということは、えー、ともうそもそもこの円自体はこの円または直線は円または直線に移るわけですけど円自体は直線に移るってことなんです。この実軸に移るってことがもう確定してるわけです。 だって無限遠点と無限遠点と0と1を通るわけでしょそしたらえっ、ー、と円にならなくて、えー、と半径無限大の円になるしかないじゃないですか。ということはこの z がえっ、ー、とこの逆像を考えればこの逆像を考えればこの円に乗っかっているってことはこの z も どこかしらに実軸に移らなきゃいけないってことを意味しています。いいですか？この z の行き先もどっかの実軸に来ないと演習場にないってことです。えっ、ー、と実軸に乗らなかったらこの演習場に乗らないってことです。なんでかっていうと、この演習場とこのえっ、ー、と無限大を込めたえっ、ー、とこれ S1 S1 でですすねね実質 S なんですけど、ね、この、えっと、実数の直線に無限遠点を付け加えたものっていうのは、えっと、S と同僧でまあこれ,これは P1C って書いても P1R って書いてもいいかなと思いますけど R の一点コンパクト化ですねしたものだから円周と同僧でえっと結局その Z が こしたがって fz の値が実数になっていることが必要十分ってことでこれは言い換えると fz と fz のバーが等しいということになります。こうですね。まあだから実数であるってことですね。で、えー、と z を z1 と置いたと。 そうするとこの式が出てくるということです台の式が出てくるということですねこれで署名終わりですいいですかまあこれあの,あの覚えやすいですよねあの覚え,覚えなさいとも書いてないし覚えなさいとも書いてないしえっ、ー、と理解して覚えていくものなんですよ普通はねまあ。 数学を例えば研究を目指している人とかだったら、えー、意味を理解してどん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 吸収していくべきなので、えーとまあ、そういったねお手伝いができればいいかなというふうに思っています。えー、ともちろんねそのすぐにこの,この見ただけでその意味が取れるっていうわけではないですよ。あの能力がある人は、まあ、そういうできる人も中にいるかもしれないですけど、えー、じっくり考えてですね えとよくよく考えてみるとそういうことだっていうのが後になって分かって、まあ、例えばその、えー、と大学23年生の時には分からなくても大学4年生とか、えー、大学院生になって、えー、と見返した時にまた新たな発見があるんですよね。まあそういうことの積み重ねなのでえっ、ー、とまあ最初は分からなくてもね全然問題ないと思います。えー、とコンパクト化とか それかかから直線とと平面とかね、えー、といろんなことをその勉強しないと見えてこないこともあるのでまあ、えーとまあ、今日の題材はね高校生というよりはもう大学生レベルのしかも数学科をで、えー、ガチでやってる人向けの動画になってしまいましたけれどもこの内容自体は、まあ、高校生でも十分理解できるものであると思うしえっ、ー、とまあ Fz が一次分数変換で 円また直線円また直線に移して実軸に移すから、えー、と Z も実軸に移さなきゃいけないということがポイントなのでまあ覚えていただければ問題ないかなと思いますはいというわけで、えー、と今回ちょっと短かったですけどね、えー、大学の内容ということで、えー、2016年度の東北大学の拡張についてお話をしました最後までご視聴いただきありがとうございます それでは失礼いたします。